はい、みちです。はい、みちです。今から、関空から、イギリスに行くんですけど、その前に、経由するんで、まずバンコク行こうと思って今、関空で回ってる最中ですね。回ってて、久々の関空、あ、こんな風になってるんやーって。何年ぶりかな、海外旅行。久々やわーって言って。ほんで、もう腹も減るからな。減るからもうな、パスタ食っちゃった。パスタな。パスタとサンドイッチとビールやな。完璧って感じで。完璧って感じで。あと、お稲荷さんも買った。お稲荷さんも食べたで。ほんで、これ、今から結構長いな、旅やねん、結構。飛行機が、もう、それがもうドキドキしてな。まず、バンコク行くのに5時間、6時間かかるんかな。まあ、そこはいいねんけど、次がな、長いねんな。それもドキドキしながら。ドキドキしながら今、行きましたね。もう、久々の飛行機で。どんなんなんやろうって。どんなんなんやろうと思ってな。ほんま緊張してな。なんか変に緊張してな。今から高速されるの大っ嫌いから、うわぁ、これ長い旅になるわーって、もう移動がな。もうドキドキした。で、待ってたよ。待ってな、座っても、早く飛ばへんかなって、落ち着かない。もう、飛ぶ前でガタガタって揺れるやんか。あれもちょっと嫌やなーってなるやんか。ほんでな、5時間か、って感じな。5時間かかるんか。5時間か6時間ぐらいか。かかって、こういう画面ありやん、前に。座席の前に。これ見てたわ、ずっと。いつ着くんやろ。もうすぐ潜ってしまったわ。こう見てな。ガタガタ震えてるやろ。もうこの震える、ほんまにな、これ。ほんで、またなんかこう、またな、もうやることないから、もう。映画でも見ようかなと。映画でも見たんねん、と思って。何があんねん。お、見たよ、映画あるやんけ。これもう物色しようとか、2本ぐらい見たろうかと。2本見れるやんな、多分な。2時間ちょっとぐらいやん、映画って。2時間か3時間かわかんないけど、ちょうどいいかもわからんと思って。ほんでもう見とこうってな。ほんでもう見てるの、タッチボタン押しまくりやん、ほんま。もう何でも押しまくって。これもう定まらんかったら何がいいねんって思ってな。物色して何がいいやろと思ってな。結構あんねんけどな、バラエティ豊かやねんな。豊かやから悩むな。クリードとかあったんかな、あれを見てみたいなと思ったりな。俺も行ったり来たりな。俺な、よく冷蔵庫開けて、よく開けんのよ、何回も。お金怒られるもん、冷蔵庫開けすぎやで。そんな感じで何回もボタン押しとったわ。で、これ見よう思ったんよ。これ見よう思って、はい、ドンと押したら、もう英語とかな、他のジャパニーズの言葉ないのよ。見られへんやと思ってな。そこでもう機内食来たわ。もう、何回飯食うねん感じな。食ったばっかりやけど、また食ったんねんと思って。またパスタ出てきた、パスタと肉。うまかったけど、これうまく俺絡められへんかってな。パスタなんかもう、麺だけ食ったような感じで、なんかもう絡むんが難しかったな。混ぜるの苦手やし。ほんでまたこれ始まって、ようやくな、これ。5時間、6時間かかって、もう、タイに来たわ。番号来た。はぁ、疲れたと。はぁ、疲れたと。ほんで、こっからちょっと待たなあかんねんな。待ち時間ある。で、その間の、このハブ空港っていうんか。どこ行けばいいねんって思ってな。ずーっとな、インフォメーション聞いたりしても、よう意味が俺が理解できなくてな、あっち行って、こっち行って、あっち行って、こっち行って、ずーっとしちゃったな。どっちの方面行けばいいねん。でもやっぱややこしいな、初めて来るとこはな。結構広い。バンコク最高っていうぐらい広いな、ここ。やっべえ、でもうわーってなっても、これ見たのにすごい圧巻したな、これ。圧巻した、色とりどり。ほんで、ようやきだ。ここで待っとけばいいんや、と。ここすごい。これ、何やで、スワンナプーム空港というか。ここすっげえわ。いろんなな、食べ物やらな、お土産物屋さんがいろいろあって。これ大体なんやろ、4時間ぐらい待ったんか。4時間、3、4時間待ったんかな。ほんで、時差の関係でなんかどうしたらいいねんっていう感じになってたんよ。時差がもうわけわからなってきてな。寝るべきなんか起きとこうと思って、ようやくな、まあ、登場できるって感じで、もう行ったら進んでいった。周りの人はやっぱかっこいい。やっぱ日本人少ないねんな。すっげえなんかこれすっげえね、映画の世界かと思って。もうそこでな、胸高鳴ってた。で、ようやくな、乗るぞーって感じで。乗るぞーって感じな。だから今からが長いね。12時間近くかな。12時間近く乗らなあかんから、うーわー、こっからが勝負やな。バンコクまではまあな、行けたんやけど、そっから先がな、もう未知の世界やな。
うん、安子的にな。これ厳しいと思う。もうついてもうすぐ飯やと思う。まあ、飯やと思う。これカレーかこれ。カレーかって感じでな。うまかった。カレーうまいな。カレーうめえわ、と思ってな。感動した。で、ちなみにこれ席な、間違えて座っててさ、ほんでな、こう言われたもん。いや、そこ席違いますよ、みたいな感じ。ここ僕の席です、みたいな言われてな。その人かな、お医者さんやっていう話したんやけど。その人が教えてくれたのもすごいためになってな。なんかあの携帯で Google 先生おりやんか、あれで喋った言葉をパッと渡して俺が喋ったらそのちゃんとあの字が出てくるのよ。うわ、こんなアプリあるんやって言って、こんなやり方あるんやって、もう感動してな。もうその後はな、それを使うようにした。ほんまにあれはそのあのドクター、ミスタードクター、ほんまにな、感謝感謝ってなった。すごくええ人やった。すごくな、ジェントルメンな、ええ人やったな。で、こっからま長いから、またこの画面コーナー、画面コーナーをずーっと見とった、これ。まだかな。ネットも繋がれへんやん。今って飛行機でもネット繋げば繋げれんねんな。その独自のな、その飛行機のあれすっげえなと思った。ようやくもう12時間以上だと、もうようやくな。もうやったぜやったぜ、ロンドンってなっても、ロンドン来たぜって感じで、ほんま。もうこの時はもうなんかちょっとフラフラしてた。ほんま背伸びしてジャンプしよう、ラジオ体操したいぐらい。ここも広い、ここも広かったで。その何空港やったっけな、そのロンドンの空港もめちゃくちゃでかくてな、感動した。すっげえ、ほんで派手な人も多いしな、もう多国籍って感じでな、これも感動したんやけど、これもエスカレーターもめちゃく急坂でな、もうね、荷物もなかなか見つかねえ、荷物がなかなか見つかれへんでな。もうずーっと待ってたもん。いつ来んねん、いつ来んねんって言ってな。すぐ取らなあかん、取らなあかんだもんな。待ってた、ほんま。で、ようやくお迎えの車が来て、ほんま。お迎えの車も探し倒したよ、ほんま。探し倒したけど、全然取りかわからん。全然な。わからんでも、ようやくな。こう車乗って、移動って感じやね。移動やねんけどな。やっぱこれ見ててな、移動見ててもすごくな、いや俺ついに憧れのロンドン、イギリス来たんやと思って、感動したな。感動しまくり、もう感動して、もう街並みなんか撮っちゃおうぜって感じやったもん、ほんま。俺ここにおるねんな、ついについにって感じで、もう感動したな。これ建物見てるだけで感動した。まあ天気的にあんまりな、微妙な天気っちゃ微妙な天気やねんけど、だからやっぱな、建物ってかもうすごすぎて、もう圧巻で、もう目が痛くなった。やっぱな、この知らんようなとこ来たら、もうやっぱ見ちゃうやんか、あっちこっちあっちこっちあっちこっち、やっぱ目がおかしくなる、目がおかしくなる、ほんま。これ見てて楽しかった。赤バスもおるしな、赤バス行こうって感じやと思う。赤バス来ましたーって感じで、もうほんま。そんな感じでな、ようやくな、もう無事な、長い飛行機生活、長い、俺にとったら飛行機生活で、ようやく、イギリス、ロンドンに着いたメッチでした。はい、頑張ったぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。